はい、万次郎です。今日はね、まあ私の持ってる α7-3 ね、ソニーのカメラなんですけども、今ね、画面に映っています。まあ買ってからね、だいたい半年ぐらい経ったのかな。ゴールデンウィークの頃ね、購入しました。このカメラはね、もうすでに発売されてね、1年半ぐらい経ってるのかな、もうちょっと経ってますね。まあ人気のあるカメラでね、私も、まあ、このカメラにしてね、非常に満足しています。まあそういうことでね、α7-3 その後とね、ソニーの動向ということでね、今回のオールドレンズ&トークをね、まあお話ししたいと思います。まあそれでね、このカメラなんですけどもね、今ついてるレンズはね、ちょっと変わったレンズがついてるんですけども、今日はね、このレンズのことはお話ししません。このレンズもね、なかなかユニークなレンズでね、面白いことがいっぱいね、トピックとしてあります。まあこのシリコンケースってやつね、シリコンケースを、まあ、つけてるんですよね。黒くてあまりわからないと思いますけども、まあ、握るとね、少し厚くなるわけですよね。まあこのシリコンケースでね、少しこうまずいことが少し起こるんですよね。それはね、まあこういうちっさい三脚なんですけどね、これをねじ込むとね、シリコンケースの、見えるかな、ここがねよじれちゃうんですよね。ギュッとやるとこうよじれてね、浮いちゃうんですよね。まあ、見にくいとは思うんですけどね。でまあこのねじ込みをね、緩くすればいいんですけども、緩くしてね三脚を使うというのはちょっと非常にリスキーですからね、弱ったなと思ってるんですけども、これをね、まあ、ここペラペラなんですよね、ペラペラ。まあこれをなんとかしようということでね、購入したものがあります。それがですね、これですね。ちょ、見えるかな。 L 型ブラケットっていうねものです。でこの L 型ブラケットっていうのは、まあここがね、アルカスイスの、まあ、こちらのね縦位置もそうなんですけども、構造になってますので、まあ、これをつけとけばね、三脚につけるのはまあ簡単だということなんですけども、シリコンケースがねつけてあるもんで、ちゃんと取り付くかどうかっていうのをね、やってみたいと思います。はい、それじゃあね、この L 型ブラケットを取り付けてみたいと思います。こう裏にね、六角レンチが磁石でくっついてるんですよね。まあ、これを使ってね取り付けます。まあここのね、まあ金具にぶつからないようにこうセットしましてね、
カメラの三脚穴にねしっかり取り付けます。まあそうすると、うん、なんとかね、取り付きました。こんな感じです。どうでしょうかね。ね、なんかぴったり感はないんですよね。それでもね、なんか普通に取り付いちゃいますね。当然シリコンケースがある分だけね、少しカメラの方が大きく見えますけども、まあどっかが浮いてるとかね、そういったことはないです。で、まあ問題はね、かなり重くなります。まあですから、まあガチでね、三脚に取り付けなきゃいけないという時は、まあこの L 型ブラケットっていうのをね、使おうかなと思っています。それでね、まあなんか設定をね、どんな風にしてるか教えてほしいという、まあ、コメントもありましたので、まあ少しそこを説明したいんですけども、ほぼほぼね、デフォルトのまんまなんですよね。前にも話しましたように、ここにファンクションボタンがね2つありますので、こちらの方にね、拡大表示、こちらの方に何ですか、ズームボタンですね。ですから、ズームボタンをね使えばね、こういう単焦点でも、まあズームをね、デジタルズームですけどできるということになります。そしてね、設定の方ですけど、ちょっとバッテリーを入れましてね、見えるかな、メニューをね押しますと、まあメニューが見れるんですけども、まあここがね、この星のマークのところがですね、マイメニューなんですよね。ここにまあたくさん私の、まあ、使うものが入っててるわけですよね。で、何を変えたかと言いますとね、このホワイトバランスなんですよね。で、ホワイトバランスをこう押しますと、オートっていうのになってましてね、オートをさらに押すのかな。そうすると、まあ、こういう画面になります。で、これがね、オートロ真ん中に来てれば、まあ、ナチュラルなんですよね。私の場合は、まあ、少しこう青みの方にね一段ずらしてあるんですよね。そうすると私の好みのね、少し、透明感のあるその色味になりますのでね、まあ、それで撮ってるということになります。それからですね、この、まあ、回転リングみたいなね、ものがありますけども、この、シリコンケースに入れなかった場合は、この回転ケースをねくるくるっと回すとね、ピクチャーコントロールになるんですよね。これがね、まあ首に吊りかけてるとね、勝手に動いちゃうんですよね。ですから知らないうちに白黒になってたりね、するわけです。まあスタンダードにしとけばいいと思いますけどね。で、この回転リングのこの横をね、押していただくと ISO ですね、これは確かデフォルトだと思うんですね。 ISO をまあこう自分で交換というかね移動できるわけですよね。で、100にしますよね。で、回転リングの下を押しますとね、
この手ブレ補正のレンズのね、焦点距離を合わせるわけですよね。今35になってますから35ですよね。まあ、こんなところをね変えているだけで、まああまりね、他のところは触ってないですね。それからまあ最近動画の方ねだいぶ疎くなってますので、動画の方のね、設定なんかも、その都度やってるぐらいでね、ファンクションキー等にね何かを割り当てるっていうことはしていません。言い忘れてしまったんですけども、まあこの状態でね、バッテリーはなんとか交換できます。ただねここにね USB があるんですよね、端子がね、これはねこのブラケットを少し緩めてねこれを引き出してやらないとうまく刺さりませんね。たださっきも言ったようにね、それはこのね六角レンチで簡単に緩むんですから、そんなに手間なことはないです。ちょっと重いですけどね、この状態でね、運用してみたいなと思っています。普通にね、パチパチとね、スナップするときは、L 型ブラケットはいらないと思いますけども、三脚持っていくときには、つけていこうかなと。そうしないとね、うまくね、カメラを固定できないとね、落としてしまうなんてことが起きますのでね、それは避けたいなと思っています。それじゃあね、カメラの売れ行きというかねそういう動向を少しね、お話しします。ヨドバシカメラのね10月上期売れ筋ランキングっていうのがね、出てまして、ここでねなんとねソニー α7-3 レンズキットがね、私が買ったやつですね、1位に返り咲いてるんですよね。1年半以上もね、発売されてから経ってるんですけども、まだ1位取るんですよね。こんなカメラ今まであったかなというぐらいで、ロングランをしています。で2位はねなんとねその α7-3 のボディだけということです。レンズキットがね、29,800円というのがね、価格コムの最安値になってますね。だいぶ安くなりましたね。私23万ぐらいで買ったんですからね。でボディだけだとね192,500円ということでね、いい値段になってきたなと。3位はね、なんとまたソニーのね α7R4、ボディでね、355,000円という、まだ高いですね。欲しいですけどねこのカメラもね。4位にはね、ニコン D850 ね、これキャッシュバックキャンペーンやってるんですよね。確か、レンズ付きだと3万円ぐらい引いてくれるのかな。ボディだけでも3万円引いてくれるかもしれないですね。ですから、だいたい、キャッシュバックをね引くとね、最安値で243,900円ぐらいになるということですよね。5位にね、キヤノンの EOS90D ですね。これ新発売してましたけども、やっぱり新発売するとね売れるみたいでね、レンズ付きのユニットでね、172,970円ということで、手頃な、ね、値段ですよね。6位もね、キヤノンの、EOSKISS X9i ですね、ダブルズームレンズキットでね、これはね本当に初心者向けということでね安いですよね。76,064円というのがね、価格コムの最安値ですね。7位にソニーの α6400 が入ってますね。ダブルズームレンズキットね、これも安くなりましたね。最安値でね、119,616円とね、本当に買いやすい値段になってきています。
8位がね、ニコンの Z6 で、ここでやっとニコンね、ミラーレスが出てきましたけども、2470のズームと FTZ マウントアダプターキットっていうのがあるんですよね。まあこれもね、まあキャッシュバックキャンペーンをやってまして、最安値がね、267,958円ということなんですけども、4万円のねキャッシュバックがありますから、227,958円とね、非常に買いやすい値段にね落ちてきてますね。そして9位がね、ニコン D5600 ダブルズームレンズキット、このね、まあ、初心者向けのカメラですけども安いですよね。65,810円でね最安値がついています。まあこれならね、まあ一通りも撮れますからね、まあ、こっから入るっていうのはね、非常にコストをね、安くできるなということですよね。10位にね、キャノンの EOS R ボディがやっと出てきます。キャノンね、なかなかミラーレスではね、まあ、キス M がね、ダントツで売れてますけども、まあ、フルサイズはねちょっとね、弱いですね。ただ値段の方はね、最安値で168,315円ということで、だいぶこなれてきてますね。ちなみにね、つい先日発売されたね、ソニーの α6600 ね、これのボディが、最安値で158,301円ということでね、価格コムで提示されています。まあこのカメラね、 APS のカメラだったらね、今んとこ性能ダントツかなと。しかもバッテリーね強化されてますのでね、ソニーファンにはまあ本当に、まあいいカメラが出たなと。多分この α6600 もねだいぶロングランになるんじゃないかなと、そんな気がします。まあどうですかね、キャノン、ニコンあたりはね、だいぶそのキャッシュバックでね、多少こう価格を落とさないと売れてこないかなと。それに比較してね、α シリーズっていうのはまあキャッシュバックなくてもね、売れるんですよね。強いですね。ただソニーはね、来年の2月までね、新製品が出ないというそんな噂なんですよね。つまり α7S3 はねまたお預けということにどうもなりそうです。まあわからないですけどね、突然出てくるという可能性もありますからね、ソニーの場合は。はい、この動画がね良かったと思われる方はグッドマークを、そして登録の方ねぜひよろしくお願いします。万次郎でした。